公立鳥取環境大学では自然環境の保全と経済発展二つのバランスが取れた社会を実現するための人材育成を行っていますご出演いただくのは環境学部の高田志乃さん専門分野はエネルギー科学や環境社会心理学などで現在はコミュニティにおける関係性とコミュニケーションなどの研究を行っています今回は 環境コミュニケーションについてお話しいただきますこんにちは本日は環境コミュニケーションについてお話ししたいと思いますえっと前回単寿命気候性物質についてお話ししましたでまずは、えー、この単寿命気候性物質前回との関連からですね環境コミュニケーションとの関連性について簡単に述べたいと思います その前に単寿命気候性物質とは何だったかというのを簡単におさらいしたいなと思うんですけれども単寿命気候性物質すなわち SLCPs というのはですね大気中寿命が短い温室効果を持つ大気汚染物質のことです昨今この単寿命気候性物質の対策がですね急がれるようになってきました、えー、と短寿命気候性物質を対策することによって どういうことが可能になるかといいますと二酸化炭素削減までの時間稼ぎが可能になるということそれから現役世代のための温暖化を防止することができるということですねさらに炭寿命気候性物質は大気汚染物質でもありますので新興国などにとっても対策がしやすいという利点が挙げられます。そして最後に温暖化対策と、 大気汚染対策を同時に行うことが可能だというふうに考えられていますこの炭寿命気候変物質の対策を進めていく中で社会を変化させる必要性というものが出てきた時に人々の活動を変える必要性その時に環境コミュニケーションというものが非常に重要になってきます この観点からもう一つお話ししたいのが SDGs になります昨今 SDGs をよく聞かれる機会があるかなと思うんですけども SDGs というのは持続可能な開発目標と訳されましてこれは2001年に策定されたミレニアム開発目標 MDGs の後継になります。 2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダにて記載された2016 2030年年からままでの国際目標になりますこちらのアイコンを見ていただきますと1番から17番までいろいろなです、ね、目標が書かれています。今回ののお話というのは 17番のですねパートナーシップで目標を達成しようというものにどちらかというと貢献するお話というふうに考えています以上を踏まえまして環境コミュニケーションについてお話ししたいんですけれどもその前にそもそもコミュニケーションとは何なのかということについて考えてみたいと思いますコミュニケーションというのはですねラテン語のコミュニス共通のという言葉がですね語源というふうにされています このラテン語のコミュニスというのは伝達する伝達されるという意味だけではなくて伝達する伝達されることを通して何らかのもの何らかの意味がですね、共有されるという意味合いが含まれておりますでこれを念頭に置いてですねこの後のお話を聞いていただければと思います環境コミュニケーションのですね一般的な定義は、 どういうういいいいものなののなかととをご紹介したいと思います経済協力開発機構 OECD がです、ね、発表している環境コミュニケーションの定義はえ環境コミュニケーションとは環境面からの持続可能性に向けた政策立案や市民参加事業実施を効果的に推進するために計画的かつ戦略的に用いられるコミュニケーションの手法あるいはメディアの活用というふうに定義ています。 付けられていますで本日の講義では先ほどのラテン語のです、ね、コミュニスの語源に立ち返って環境コミュニケーションというものを、えー、再びです、ね、再定義したいと思うんですけどもここではですね <laughs>、えー、自然環境や人々の生活環境など環境を改善するために行われる双方向で相互的なコミュニケーションのことであり これを通して新たな前提が共有され新たな活動やより良い活動が実践され人々の行動を変えることもできるものというふうに定義づけたいと思いますえ環境コミュニケーションの活用としてまず皆さんの頭に思い浮かぶ,思い浮かぶのがです、ね、企業の活動だったり行政の環境活動だったりするんじゃないかなというふうに思います例えば企業の活動ですと、 環境報告書やです、ね、環境広告などが挙げられますで行政の環境活動ですと地域住民への環境教育の中で行われるコミュニケーションだったり地域住民へのゴミの分別指導などの中で行われるコミュニケーションがです、ね、環境コミュニケーションの活用ではないかというふうに考えられます他にもさまざまなです、ね、環境コミュニケーションの活用の形があります ここではですね環境コミュニケーションの事例を紹介したいいと思います。今から紹介する環境コミュニケーションの事例は私がですね実際に研究を実施したフィンランドのトゥルクとタンペレにおける廃棄物管理会社の事例になりますこの2つのですね廃棄物管理会社がですね行っている環境コミュニケーションの特徴がですね以下の3点になります地域住民を環境活動を共に行う実践者 日常生活で環境活動を実践している実践者として捉えた上で総合的で確固とした環境コミュニケーションをですね地域住民との信頼に基づいた関係性を構築することで行っていますそしてこの環境コミュニケーションによって活発な環境活動が行われているということです今日は簡単にですねこのフィンランドのトゥルクとタンペレの廃棄物管理会社の環境コミュニケーションの 特徴をですね簡単にご紹介したいいと思いま,すまずトゥルク廃棄物管理会社ですけどもあのフィンランドの廃棄物管理会社というのはフィンランドの各地域に必ず1つずつありましてでその廃棄物管理会社というのは必ず1人ですね環境コミュニケーションを担当する職員がいるようになっています。 廃棄物管理会社の場合は環境コミュニケーションを担当する職員のことを廃棄アドバイザーというふうに呼んでいますでこの廃棄アドバイザーの仕事はですね地域住民への廃棄方法の指導や地域住民への問い合わせや説明会に柔軟に対応することでそれからですねエコセンターにおける環境教育の資料や素材作りといったものが含まれます写真をご覧ください 写真にあるエコセンター、これはですね、トゥルクのエコセンターになります。この建物は、空き家をリノベーションして作ったエコセンターになります。でこのまあ空き家をリノベーションしたエコセンターにですね、入っていきますと、このような、まあ、これ手書きでですね、ハイキュアドバイザーが作ったお手製の環境教育の資料になるんですけども、こういったものがですね、貼られていたりしますし、これはですね、地域住民の方から、 廃棄アドバイザーのもとへ電話が来たらですね廃棄アドバイザーは必ず電話に答えないといけないというふうになっているんですけどもそのような電話の中で分別方法がわからない買ったもののですね捨て方がわからないという電話がよくあるそうで,でそういう電話が来た場合は必ずですねこの廃棄アドバイザーはこのバッグを持参するそうですでこのバッグをそのおうちにですね実際に持って行って家の方と一緒にゴミを分別すると。 それによって信頼性が構築されるということともう一つ環境教育ができるということですねゴミの分別の仕方を教える中でよりです、ね、ゴミについての知識も伝えるということができるということでしたでこの写真は先ほどのエコセンターの2階にあるものでフィンランド人の40年間の生活の歴史を表した展示の一部です でここにあるものはすべて地域住民からの寄付だったりですね、地域住民が捨てたものをですね、そのまま少しこうきれいにして展示しているものです。でこういったところをですねあの、小学生は必ず年に1回ですね、エコセンターに行かなければいけないということになってましてこういうエコセンターを実際に歩き回ることで環境について勉強していくということになっています。 もう一つタンペル廃棄物管理会社の中で環境コミュニケーションを担当する職員はですね、廃棄コミュニケーションアドバイザーという,ふうに呼ばれています先ほどのトゥルクでいうと廃棄アドバイザーに相当します仕事内容はほとんど一緒なんですけれどもタンペルの方が少し地域自体が大きいですから地域住民との関係性をより良いものにするための写真コンテストなどさまざまな活動やです、ね、イベントを主催しています この写真はですね、タンペレ廃棄物管理会社のリサイクルセンターになりますこのリサイクルセンターは電話をしてですね、動いている時間帯ですといつでも行くことができるとでこの廃棄コミュニケーションアドバイザーが説明してくれるというようなことになっていますこのような場所にもですね、電話してですね、あの廃棄コミュニケーションアドバイザーが都合がつけばですね、いつでも案内してもらえます でこれはです、ねえー、と写真コンテストの写真で,です、ね、作られた廃棄カレンダーになりますでこのカレンダーはです、ね、タンペレの地域に住んでいる住民たちはもらうことができるんですけどもここの写真はです、ね、タンペレの美しさを表した地域住民が撮った写真ですでこれによってです、ね、地域住民と廃棄物管理会社との関係性をより良いものにするというような考えがあるそうです でこちらは環境教育に使われているものでえフィンランドの小学校では年に1回です、ね、必ずエコセンターに行かなければいけないというふうになっているんですけどもえタンペレではえそのようにしてきた小学生を必ず埋め立て地に連れていくと言っておりましたで埋め立て地に連れていきましてバスの窓を開けてです、ね、深呼吸をさせるそうですでそしたらです、ね、悪臭が漂ってくるわけですで五感で,です、ね、えゴミというものを体感してもらうと。 これも環境コミュニケーションの一つでありそしてこれが環境教育につながる、なぜそのような悪臭が出るのかどのようなものが捨てられているんだというようなことを教えるんだということでですね、これも環境コミュニケーションの一つの在り方なんだということを言っていました。今、あの 簡単な事例紹介だったんですけれども環境コミュニケーションというのは持続可能な社会に向けて地域住民との信頼関係などを構築するために有効であるということですねそれから双方向で相互的である必要性があるということ新たな前提が共有され新たな活動やより良い活動が実践され人々の行動を変えることもできるもの ここでいう新たな前提というものは新たな常識という風に読み替えていただいても構いませんこのようなものが環境コミュニケーションであると考えます以上ですありがとうございます